まずは試合全体振り返ってください。結構点が動くゲームで、まあ、自分としてはもう少し安定したゲーム運びができればいいなと思いました。先制されてから、まあ、自分たちのペースになっている中で後ろがすごくバランスが良かったのかなと思うんですけれども、センターバックの対応何かこう気をつけてたことありました？自分たちがボール回している上で、まあ、相手のカウンターっていうのは怖いと思っていたんで、まあ、相手のフォワードの裏の抜け出しっていうのを意識して守ってました。得点シーン見事でした。振り返ってください。あんまり覚えてないんですけど、でも自分がマーク外れたなっていう感覚があったんで、ニア走ってたら雄平からいいボール来たんで入りました。頭2つ抜け出してたように見えました。あんまり覚えてないんで分かんないんですけど、良かったです、入って。その後ちょっとすぐ追いつかれてしまった中でチームがバタバタするかなと思ったんですが、何かこう気をつけてプレーしてた部分でありました？同点に追いつかれて、まあ、相手も勢いついてくるだろうとしていた中で、まあ、自分たちは引かないで、まあ、ディフェンス特に前線からのプレスっていうのを続けようっていう話はしていたんで、で相手が前がかりになってカウンターっていうのがうまくできて、まあ、あのピッチにつながったかなと思います。次ホームに戻ってジェフ戦になります。その試合に向けてサポーターに最後メッセージをお願いします。次アジスタでホームでやるので4連勝目指して戦うので、また応援よろしくお願いします。